ゆか、ありがとな。でもこれはお前もってな。俺もお前が心配なんだ。怪我しないようにな。わかった。本当に人が死んでいる。やはりこれは現実だ。お兄ちゃん、死体、本物の死体。俺もみんなもこうなるのか。お兄ちゃん、ゆか、いや大丈夫だ。ゆか、行くぞ。来るな。Thank you.
ゆか。お兄ちゃん、ゆかたち、お家帰れるの？帰れなくなったの？死んじゃうの？ねえ、嘘だよね。お兄ちゃん、ねえ。大丈夫、大丈夫だよ、ゆか。きっとみんなで帰れるぞ。心配するな、俺がついてるからな。よし、偉いぞ。緊張の糸が切れたか。やれやれ。俺が震えてちゃいけない。恐怖心は噛まずに、今は丸飲みでやり過ごすんだ。あいつもナオミもどこかで震えているかもしれない。早く見つけてやらないと。収まったか。
ん？どうした？ゆか、おトイレ行きたい。ん、そうか。そこに川屋って書いてあるから、行ってこいよ。ゆか、ちなみにどっちだ？おしっこ。何かあったら呼べよ。何があるかわからないから、待ち時間は聞いとかないとな。お、もう平気か？お兄ちゃん、ダメだった。ん？なんてこった。あれじゃ無理だな。別のトイレを探そう。我慢できるか？男子トイレがなんとか使えたらいいんだがな。そういえば喉、渇いたな。意外と埃っぽくないんだな、ベッド。うん。お兄ちゃん、疲れた。ん？そうか。お前は少し休んでいくか？仕方ないな。ちょっと休むか。お前一人にするのも心配だしな。うん。お腹すいた。ああ、すいたな。今何時かな。お母さんのご飯の時間じゃないかな。時計止まってるからわからないな。帰りたい。大丈夫だ。絶対に脱出するぞ。ナオミやヨシキたち仲間と合流できればきっと何かいい方法が見つかるさ。あいつらだってきっと今頃、脱出の術を探っているはずだ。合流した時に恥かかないように、俺たちも頑張ろう。なんとかなるさ。心配するな。お兄ちゃんの言うことだもん。
ゆか、信じるよ。ゆか、きっとなんとかなる。窓も開かないこんな状況で、それはしかし現実を突き崩すだけの力を持たない紙のように薄い言葉だ。だがそれでも今は生きるために信じる。盲目的にただ希望だけを信じる。今の俺たちにできることはそれしかないから。ここは、頭が割れそうだ。てめえら、いい加減にしろよ。次はどこだ。